chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. Fugutakun, Ocean Ibaino, Choku, Quantum Soro, Higurjo, Gonzio, Sterkai.報酬2倍ってそんなに稼げるのかい、アナゴくん。藤木くん、君はこんなに稼げるのに僕に黙っていたのかい。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパトラです。今回は極秘貨物の報酬が2倍というわけで、一人で簡単に100万ドル以上稼ぐことができます。まずはね、公開ソロセッションの作り方です。 PS ボタンから、設定ネットワークで、まずね、 LAN ケーブルは Wi-Fi、どちらでもいいです。自分の家庭環境に合わせてください。そしてここですね、カスタムにしていきます。カスタムで、自動とか手動とかにして、自分の、PPOP だったらパスワードみたいなものを入れたりしてください。次にね、MTU というところだけ数字いじくっていきます。普段は1500になっているので、ここをね、例えばですけど700から800ぐらいの間にします。しかしね、最近では700、800多い場合があるので、それ以上ね、ちょこっと下げてもいいかなと思います。まあ、これ以上下げていくとね、プレイに支障が出る可能性ありますので、だいたいね、700か800ぐらいがいいかと思います。MTU を設定したら、次にね、プロキシサーバーは使わないというところにしてください。また、今回のね、このソロのお金稼ぎ終わった場合は、元の1500に戻さないと、他の人とね、一緒にプレイすることができなくなるので注意してください。必ず戻す場合は1500に戻すようにしてください。では、公開セッションに行きます。この MTU をね、数字いじくった状態で公開セッションに行くと、基本的にはほぼソロのセッションとなります。どうしてもね、ソロのセッションにならない場合はね、自分の、プロフィールなどをね、オフライン表示とかにしたりして、誰も参加できないようにするといいです。また、極秘貨物というものなんですが、これ、わからない人、まだ準備ができてない人は、固定コメントなどから参考にしてください。極秘貨物、今回はね、車両調達とかではなく、極秘貨物一番左側なので、倉庫が必要だったり、オフィスが必要だったりとか、結構ある程度予算ね、もともと必要となっています。これがある人が今、報酬2倍でずっと稼ぐことができる。また報酬2倍期間以外でもね、結構稼ぎがいいので、これ結構やってる人いるんじゃないかなと思います。まずはここでね、調達やっていきます。1箱、2箱、3箱とあります。まあ大体3箱いけると思います。公開ソロセッションで邪魔が入らない状態であれば、ゆっくりとね、落ち着いて3箱ずつね、回収できると思います。なので基本的には3箱で回収をしていきます。その時にね、経費としてね、お金がね、かかるんですが、簡単な調達が多いです。他のね、例えばね、極秘空輸とかね、格納庫使うやつとかに比べたら全然簡単だと思います。そしてオフィスから出る場合ですね、まあ、もちろん CO に登録しているし、バザードとかを呼んだりとか、またはオプレッサーマーク2とか、そういったものでね、移動するとまあ便利ですね。基本的に簡単な調達が多いです。例えばね、ただのドライブなような感じでね、ただこのバンを回収して、ただ自分の、倉庫に届ける、こんだけでね、約10万ぐらいの売却になるような、材料をね、調達することができたという状態になります。届けるとね、ここにミニマップ上にね、おそらくここで売却の価格がポロッと出ます。これをね、目安にしてください。今回10万を超えています。こんな感じで、1回調達するごとに10万ぐらいいくんでね、結構ね、稼ぎいいですね。だいたいこれをね、10回ぐらいね、繰り返していくと、あっという間にね、100万の売却にね、できるようになりますので、あっという間にお金稼ぎできます。では、売却の方法は、このね、倉庫の中から、パソコンを開くと、このようにね、売却の3つに分かれてます。一番上だったらまとめて売るみたいな感じですね。そして真ん中だったらまあ半分ぐらいみたいな感じと、大体ですけどね。で、一番下だったらまあ最低限で売るみたいな感じで、まあ売るときね、今回のね、極秘空輸とか、そういったね、地下基地のね、重機密造とは違って、まあおそらく大体100万ぐらいの目安、報酬2倍期間中のね、100万ぐらいの目安だったらね、一番上のね、思いっきり全部売却でもね、大体ね、クリアできると思います。まあ稀にね、できないような条件が出る場合があるかもしれませんが、基本的には一人で簡単にできると思います。ではまたね、オフィスに行き、もう一度パソコンを開いて調達をやっていきます。その時ですけれども、ちょっとだけね、クールダウンタイムっていうのが入ります。おそらく移動が早ければ3分ぐらいとか4分近くね、ダウンタイム出ると思います。だけどもその間にね、 CO のジョブをやったりとかね、しても平気です。
まあこんな感じで、倉庫に戻ったらダウンタイム残ってます。まあ今回ね2分ぐらいでした。まあこれもねちょっと待機して、調達、もう1回ねしていきます。いろんな調達があります。さっきのはただのドライブっていう感じでした。それ以外にもね、いろんなね、まあ調達、例えばレーダーみたいなところからね3つ4つとかねターゲットがあって、それをね、探していくみたいな感じあります。例えばこれなんですけれども、緑のやつのねマークがあるんですが、近づくと緑のマークが消えたのでこのバンではないと、まあ、大体バンのね後ろの後部座席に荷物乗ってる場合あります。でこれを止めようとしたりしてね爆破してしまうと失敗となり、ここにかけたね調達のお金もねマイナスになっちゃうし、調達も失敗となりますので、爆発物、特に爆破してね手に入れるっていうことはできないっていうのを覚えておいてください。では次調達いきたいと思います。失敗した場合はねクールダウンタイムほぼなくねそのままできると思います。では次の調達となります。中にはこんなシーンがあります。ただバンを回収かなと思いきや、なんか違和感ある車両がありました。それはねよーく見てみるとオンライン上で普段見ることのできないような車両ですね。覆面のパトカーです。しかも中身乗ってます。 FIB の職員が乗ってます。これ間違いなくね待ち伏せしてるっていう感じで面白いシーンですね。まあ要するに反対側にもいますね。あっちこっちね、見張ってるっていう感じで、まあこんな感じでね粘着とかポイってしてね、まあ爆破してもいいし、普通にねこれ逃走してもいいです。まあ、覆面パトカーに出くわすというのはかなり珍しいと思います。そして手配度がついた場合ですね、レスターなどに電話をして手配度を消すというのがね使えるのでかなり楽勝となります。逃走するときにレスターが使えるというのはかなり便利ですね。まあレスターで手配消すのがいいと思います。 CO のね、賄賂でね普通に手配度を消すこともできたりもしますけれども、基本的にはレスターを使って十分だと思います。お金かけない方がいいと思いますね。ではこのまま調達どんどんやっていきたいと思います。中には調達するものなんですけれども、今回アンティークのように3つ回収する場合あります。要するに右下にね箱丸と3つありました。この場合箱をね1人で1個ずつしか運べないので、1個取ったら自分の倉庫に持っていく、そして届けたらもう一度外に出てまたもう一個のね、箱を回収するっていうことを全部で3回やる必要があります。ただしタイマーとかね制限時間ないので、基本的に公開ソロセッションで他に邪魔されるようなことがなければ、結構簡単にいけると思います。また1個持っている状態で2個目を取ろうとしても回収っていうかね持っていくことできませんので、必ず1個ずつ持っていくようになります。ここでね使う移動手段、オプレッサーマーク2や、またはね、バザードCO のバザードだったり、またはねオフィスからね取り出すバザード、そういったものをね、使っていくと便利だと思います。では3個、届けることができたら、今売却価格もちょこっと出ました。でどんどんね回収していきます。調達やっていきたいと思います。まあ大体ですけれども10回の調達のんびりのんびりやっていても2時間ちょっとぐらいだと思います。なので1人でね100万ドル稼ぐっていうのが2時間程度でできるにはかなりいい期間となります。例えば調達の中にミッション風なものもあり、例えばスナイパーでターゲットを倒せみたいなのもあります。今回撃とうとした瞬間ちょうどしゃがんでしまうというねアクシデントですね、まあ撃つのが下手だっただけでしたね。というわけで今回ねこのようにターゲット、いるんですけれども、逃したとしても、または自分が、死んだとしても、全然追いかけることができます。継続してできます。なので、全然ね余裕でね調達できると思います。またそれ以外にもね、まあ一番最初にもあったようにただのドライブ、これがめちゃくちゃね楽ですね。時々ね敵が追いかけてくるものあれば全く追いかけないものもあります。今回またねただのドライブです。周りにね警察官いないかなとかね覆面いないかなと見たんですけど、いなさそうですね。今回もまたただのドライブとなりました。だいたい10回ぐらいの調達で100万を超えています。今回全部で、報酬2倍の期間なんでね10回で調達100万ですけど、普段だったらですねだいたい20回の調達で100万ドル程度だと思います。まあもっともっとね倉庫がね今台の大きいね倉庫を使ってるのでもっと稼ぐことできるんですが、まあそんなにいっぱいあってもね大変なんで、だいたい100万ずつぐらい稼ぐようなペースでいいと思います。で売却の方法は、ここのね
倉庫の中にあるパソコンを使って、これ3パターン売り方ありますね。半分で売るのか、全開で売るのか、または一番少なく売るのかっていう感じで、まあ今回ね、このようにね、3台を、必要となりますと、3台の、トラックを運ぶようになります。だから、人が必要になりますよとあるんですが、これ、1人で3個ね、正直届けられると思います。稀に届けられないような厳しい条件出てくる可能性もありますが、基本的にね、この、CO のね、調達で売却はおそらくね、大丈夫だと思うので、100万程度の、在庫、これでね、売却の時は1人で3個分やってもいいんじゃないかなと思います。まあ自信がない場合、ちょっと不安だなっていう時は真ん中ぐらいでもいいと思いますね。また、3個で売却の時にどうしてもこれ絶対無理だなっていう場合は、アプリケーションですね、G10 アプリをね閉じちゃってもう一度ねやり直すっていうのもありだと思います。なので、最後売却する前はねスタイル変更などをして画面右下に黄色のくるくるセーブアイコン出しておくといいです。では今回ね、3台のこのブリッケードというね、結構スピードのあってパワーのある車両ですね、これを同じルートで同じ箇所に置いていきます。15分の0と出てるんですが、これ3台で分けて1台に対して5箇所、回っていきます。ルートを通ってその場所に行ったら右十字キーという感じで、結構簡単ですね。これも全然時間に余裕があるという感じで、最終的にはね10分ぐらい時間全然余してね、クリアすることができています。なのでこのルート、まあ大体黄色いルート出てるんですけど、この通りね向かってってみてください。全く同じルートをこのブリッケード、この後ね2台続けてやっていきます。またこのね、受け取り場所って出てるところなんですけど、結構判定ね結構広めになってると思うので、ぴったりじゃなくてもちょっと手前で右十字キーとかおっしゃってもね結構ね届けられています。こんな感じで、地下基地の銃器密造とかよりもね全然簡単に売却できるので、在庫の数っていうかね、まあ、例えばね 50% 以上だとまあ1人じゃ厳しいなとかってあったと思うんですけど、まあ、大体目安なんですがね、稼げる額が全然違うんでね、今回ね、大体ね 30% もいかないくらいかなっていう感じで、100万ドル稼ぐことができています。今回このね、2台目やっていきます。2台目も同じようなルートを通り、ここで最後に届ける。届け終わったら自分の車両とか CO バザードなどを呼び、もう一度、トラックに戻り、3台目最後のとこですね、これを届ける。で無事届けることができると、簡単にソロで100万ドル以上を、稼ぐことがこのようにできています。なので報酬2倍の期間のために在庫をいっぱいね調達しといて集めといてもいいし、こういった期間に一気にやって一気に稼いじゃってもいいと思います。よかったら参考にやってみてください。またこのようにね調達売却を繰り返していくと、オフィスのね内装にね変化が現れてきます。前回もねこの初心者講座で案内した通り、オフィスの中で札束がね散らばるとか、またはねここで調達したもののね商品などがボロボロね置いてあって、こうインテリア変わりますので、よかったら参考にしてみてください。まあ大体ね、まあ、フルマックスを2、3回売却ね全部売却するともう完全な状態になるようなんで、時間がある人はやってみてください。というわけで報酬2倍の期間、ぜひ、こういったチャンスを逃さないようにしてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタン、またセカンドチャンネルの登録も、よかったらよろしくお願いいたします。